くれた。ぐっすり寝てるんだもん。今日は出発だから早く起きなきゃいけないのに、何度も何度も起こしたのに。くれないんだもん。海老原さん、ちょっと遅刻よ。ごめんなさい。でも今日は授業じゃないから、出発時間までに間に合えば OK よ。ええ、ペナルティはないから安心して。バスに乗ってるから早く乗ってね。連絡事項もバスの中でするわ。
なことは分かってるわ。どうしてあなたがスキー教室に参加するのかって聞いてるのよ。ここにいるんだから当たり前よ。なんでって、申し込んだからに決まってるでしょ。くれたんだよ。おはよう。いいのよ、気にしないで。私の都合でもあるから。ええ、知らない人と隣になるくらいだったらってこと。これから私たちは姫神山に向かって出発します。道のりはだいたい4時間くらい。ガイドさんはいないけど我慢してね。とりあえず今から向こうでの部屋割りを渡しておきます。基本的に同じ学年、クラス、顔見知りが同室になるようにしています。人数が合わないところだけ違ってしまいますが、
これも旅行の醍醐味だと思って諦めてください。もちろん男女同室だけはありませんから安心してくださいね。ほらそこ、残念そうな顔しない。では朝も早かったですから、しばらくは仮眠の時間とします。みんなが眠れないようでしたらビデオかカラオケでも用意しますから、そうしたい人は早めに伝えてね。はーい。そろそろパーキングエリアに入ります。トイレ休憩が取れるのはここだけですから、行きたい人は利用してください。ただそんなに大きな場所じゃありませんので、特に用のない人はそのままバスの中で待機していてもらえると助かります。短い時間だけど休憩時間になります。出発まで15分しかありませんから、時間には気をつけて行動してください。はーい。大丈夫なの？そう？朝はだいぶ慌ててたみたいだから心配になっちゃって。
雪だよ、雪。で渡したプリント通りです。各自部屋に荷物を置いたら食堂に集合してください。はーい。これから1週間よろしくな。違う違う、今日は本当に寝坊したんだ。誓って今日はナンパはしてないぞ。本当だって、さすがにあの時間じゃナンパする相手がいない。そういうことだ。そら、こんなところで立ち話もなんだし、さっさと部屋に行こうぜ。なかなかいい部屋じゃないか。どうする？そうか、じゃあ俺が窓際な。あ、そうだな。ちょっと待ってくれ。よし、行こうぜ。
構しっかりしてるわよ、エビハラさん。うん、ありがとう。でも私もエビハラさんが同室でよかったわ。知らない人や違う学年の人と同じ部屋になったら嫌だなと思ってたから。そうね、そうなるのかしら。そういえば誰と同じ部屋なの？それこそ気に入られてたみたいだね。それは気の毒ね。何が気の毒なんだ？集まったかしら。ねえねえ、君さ、午後のスキー時間はどうするの？誰かと一緒に滑ったりするのかな？
じゃあさ、俺と一緒に滑らないか。あ、でも私、スキーは初心者なんで。何？初心者なんだ。それなら俺が教えてあげるよ。滑れるようになるまでね。どうしようかな。初日から幸先いいね。悪いな。午後からのスキー、俺は先約ができちまった。なんでお前と一緒には動けないわ。なんだよ、ずいぶん冷めた反応だな。しろって、彼女に友達がいたらちゃんと紹介してやるから。お前さ、ほんと昔から変なところでドライだよな。ああ、そうなんだよ。まあ海老原がいるから関係ないってことか。自分の幸せさ加減が分かってないやつはこれだから。ごまかすな。本当だ、10分前だな。ああ、そうしよう。律儀に集まるもんだな。食事って3食出るんだっけ？自由って？なるほどね。結構考えられてるんだな。これは十分にあり得る話だ。そうだな、午後にはお楽しみも待ってることだし。あー、食った食った、うまかったな。お弁当、これはここでの食事が期待できそうだ。ああ、あれか、ハンバーグとかが凍ってたってやつ。しかも食堂の隣がトイレって。飯のまずくなりそうな会話はやめにしよう。さっきも言ったように、俺は午後は別行動だから。
それじゃあゲレンデに出かけるとしますか。いざ戦場へ。それじゃお先。マジよ。困ったわね。ちゃんと教えてあげられる人もいないわけだし。
ど。わかったわ。頑張ってね。